70キロの方がね、上に積んでるんですよ。ありがとうございます。97年のチャンピオンです。久しぶりに再会して、ちょっと長くも楽しみ、ちょっと変わり始めます。そして中野選手ともにまずはウェディングこの答えを与えます。スタイルの GTR で、 GTR は元四輪駆動なんですけども、さあレーサーがヒットロードに入った。ゆっくりとゆっくりと待ってますね。おそらくコントロールラインを通過するところから一気に踏み込んで、激しいバトルになっていますね。予想外の展開かな。さあアコードがここで、アコードがここで、アウトに振ってラインを変えて、さあこの辺は試合巧者の際一回来たら、おーっと極めて脅威ベルトロスで申し上げて、今度は GTR が離れている。もう見られるか、ほんの少しの距離を正確なストリングでかわしていきましたが、まあここは後で、今度はアコードが前に出てブレーキング競争ギリギリまで待っているのさすがはカストロール向けのアコード。それに続くのがエンジョイ・リスト GTR。 さあ2コーナーから西翔、そして1コーナーで飛び込んでいく影山雅美。さあ目の前には、さあそしてインを滑る、インを滑る S8 アウトで並ぶ GTR アコード。GTR が GTR に行く、 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 GTR に行く
さすがに。サニーのドライバーの皆さん、マシンを取り上げたいです。先ほどなんですから、ちょっとそこさんと後ろにつけた時はヒヤヒヤしました。じゃあ、視点さんながら取り上げたものを取り上げてみましょう。クラスが3ぐらいとも違いますからね、これを一緒に走って見せろというのは辛いものがいや、難しい設定だったかもしれないですけど、でも見てた方がね、大事なところになります。僕も最後、こういうふうにやりたかったんですよ。こうやってます。